再び、要望した。韓国代表を率いるユルゲン・クリンスマン監督が、チュニジア、ベトナムと対戦する10月シリーズを前に、メディア懇談会に出席。日本との定期的なテストマッチに言及した。韓国メディア、スポータルコリアなどが伝えた。フォト、カナダ・チュニジアと対戦。親善試合に挑む日本代表招集メンバー26人を一挙紹介。 同懇親会で指揮官は相手と実力の違いを感じられるのは日本とのギロチンマッチだと話しアジアカップの決勝戦で日本と戦いたいし1年に2回試合をできたらいいねと定期的な日韓戦を希望したという今年8月にもクリーンスマン監督は毎週でも私は日本と試合をしたいんだとコメントしていたがその考えは変わっていないようだ ポータルコリアの記事は日本戦に求めることを伝えている。クリンスマン監督は負けてもライバルとの対決を通じているものがある。敗北というリスクはあるかもしれないが、それは当然ついてくるものだ。結果を恐れてはいけない、と日本との対戦を通じてさらに成長することを望んでいる。また同国メディア。 フットボールイストによれば、欧州組を支援するための現地事務所の設置を提案したという。事務所を通じ、スコットランドでプレーするオヒョンギュ、ヤンヒョンジュン、コーンヒョクギュや、ロンドンにいるソンソンミンをはじめとする欧州組を簡単に視察し、プレーを見ることができる。クリンスマン監督のアイデアを報じたフットボールイストは、 最近、多くの選手がヨーロッパに進出する日本が同様の政策をすでに実施している。日本は2020年にドイツのデュッセルドルフに現地事務所を開設し、欧州組を管理、支援している、と記す。クリンスマン監督の改革は実現するのか今後の動向に注目だ。